園は足立区の北千住駅で、警察官や駅員などおよそ50人が参加して行われました。駅の利用客を標的にサリンが撒かれたとの想定で、防護服を着た警察官が怪我人の救助や除染作業に当たりました。警視庁によりますと、北千住駅は JR をはじめ5つの鉄道路線が乗り入れているため、1日で150万人ほどが利用し、都内で4番目に多いということです。牧野隆千住署長は、利用者の多い駅はテロのターゲットになりうるので、官民で連携して警戒を強めていきたいと話しました。